先生、こんにちはカイロの本当のところのフリアです、えー、今回も、しぎょんラインドットメルマガ、動画メルマガの方をお送りします、えー、今回のテーマなんですけどもテクニックを成功させる基本的なことということなんですけども、えー、先生にはですね、毎回、えー、まあテクニックのことですねとか治療のことをお話ししてますけども で毎回、えー、先生には、えー、技術ですね技術の方を勉強されていると思いますがということを先生に対して、えー、こういう動画でお話ししておりますけども、えー、まあ私も根に漏れずうーまあ毎週ですね、えー、セミナーに行ったりとか、えー、自分で勉強したりテクニックの勉強したりとかそういうこともやってますもちろん経営の勉強もしたりしてます。で えー、今日はですね、えー、このテクニックを成功させる基本的なことということをちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、えー、まあ,あねっほんとにカイロプラクティックでもいくらでもたくさんあるんですけども、えーまあ、私あのアジャストのおテクニックの上発信を皆さんにやっているんですけども、えー、まあアジャスト例えばアジャストで話しすると。 基本的なことっていうのがありますこれはまあもちろんあの解剖学的なこととかといらあるんですけども実際のリアルのテクニックをする時アジャストをする時とかに基本的なことがあるんですねでこれは他のテクニックでも必ず基本的なことになってくると思うんですけどもそれはですね、えー、まずはテーマ力力なんですね、えー、力この力をうまく使う。 力をバランスよく配分して使うで力の入れ方力の抜き方ですねまあこの力というのは非常にテクニックを成功させる上では重要になってきます。で、えーまあ、例えばアジャストの話をさせていただきますと例えばけ椎でですね皆さん経験あると思うんですけどあ矯正をしようと思います。そうするとです、ね、施術家が もうすごい緊張してしまって自分でま,あまだちょっと日が浅くて勉強して、えー、まあアジャストが上手ではないとかいう思いがあったとしたら非常にやはり緊張してしまうんですね。もうガチガチチです体で、このガチガチの状態でしてしまうと当然のことなんですけども患者さんに伝わります患者さんがその力を受けて患者さんも緊張してしまいます。ここれれははよくある話ですで、す、えー 施術家がうまく自分の精神をコントロールしながら、えー、うまくそのテクニックをやればいいんですけどもこれがですね、えー、難しい例があるんですで。どういう例かと言いますと施術家はリラックスしているんですね。うまくもう自信を持ってきてできるんですけども患者さんが力が入っている場合があるんです。で これはですね、例えばま首の矯正とかアジャストに関して言えば、非常に患者さんっていうのは敏感になっているので、どうしてもですね、えー、まあ、首を音,音がするのやっぱ怖いという印象があるんですね。ですので、力を抜くっていう作業っていうのは非常にしにくくなっております。で、えー、まあ、特にこれがですね、えー、施術家が 上手になってくると落ち、えー、る罠なんですけどもあのスランプですね落ちるんですけども自分はうまくセットアップもやってんのに力も抜けてるもできないっていうのはこれは相手ですね患者さんの力の使い方配分がうまくいっていないで、えー、これがですね、えー、もう自分という範疇を超えておりますよね患者さんというものっていうのは私自分とは違うわけですからただテクニックは 患者さんと自分がいて成り立つものです施術家がいて患者さんがいるそしてテクニックっていうのを使って患者さんに何かを施すということですからこれはつつあってて初めて成り立つものなんです,、ね、ですから患者さんが力が抜けてないということは施術家がやはりそこをうまくコントロールしてあげないといけないということなんです。じゃあ例えばですねそれってどういうふうにするのかということになってきます。 患者さんの力を抜くにはどうすればいいのか。で、これをですね、えー、先生ねたくさん考えていただきたいんです。実は私も、えー、師匠のアジャストの仕方とか、たくさんの方のアジャストを見てきたんですけども、やはりですね、皆さんね一工夫されているんです。 でこれはあ、まあ、達人であったりとかあいろんな先生のやり方があるのでどれが正解かかいうのは、えー、分かりません、えー、それはもうその先生のやり方があると思うんですで私のやり方なんですけどもこれはよくあのアジャストセミナーとかでもやるんですけども「えー、力を抜いてください」っていうその言葉はあまり私は使いません。 えーまあ、たまに言う時もありますけどで、ね、もうそれで抜けると判断したら、えー、それ言う時もありますけどほとんど一番最初のあに来られた方には、えー、そういうふうな言葉は使いません「力という」と言われた瞬間に患者さんは力が入るもんです怖いっていうふうにベースで思ってますから入っちゃうもんですですからそういう意味合いでは「力」という言葉は私は使いませんどうするかというと例えば意識を違うところに持って行かします例えば呼吸 深呼吸をさせる例えば普通の呼吸でもいいです呼吸で鼻から吸って息吐いてください「吐い」て吐いた瞬間にそのままホントアジャストする強制するっていうのも手ですそして例えばあまだ他に方法いっぱいあるんですけども私の場合は「グラーン」ととか、えー「ブラブラ」とかそういう、えーまあ、擬態語というかあ擬音語というかそういうふうな言葉を使って違うあ、まあ、その言葉で、えー、ちょっと体を、うん、力を抜かせるような 雰囲気にしますそうすると母さんは、えー、その言葉だけで反応しますから、えー、体の力をふんと力を抜,抜いてくれます。でねここがポイントなんですけども抜いてくれるのも、えー、わずかな隙間時間です、えー、例えばそれを言ってそれを言って。 抜くタイミングもありますし抜いていただくタイミングもありますしそして、えー、抜いいててるる時間っていうのも限られてくるんですですからそこをううまく狙うのが私たちですだからうまくコントロールしながらもそれを考えながらどこでアジャストを加えるか力を加えるかということを考えていきます。 これはまあ武道とかね合気道いろいろありますけどもそういうものにも通じてくると思うんですけども患者さんのその気持ちの流れを組みながら力の使ってる部分も見ながらふっと力が抜く時にスッとこうアジャストするとそういうものっていうのが、えー、うまくテクニックを成功させるには必要になってきます。で特にアジャストの場合は えー、力とスピードっていうのは非常に重要になってきますのでそういう意味合いではしっかりですねそういう基本的なことをまあちゃんといつも考えてですねやっていくことが重要だと思います。もしです、ね、スランプに陥っていたら そういういいことも考えてみてみくださいセットアップも完璧アジャストも自分完璧で力も抜けているちゃんと分かっているのにそれができないということはまず患者さんが何かしらの問題何かしらコントロールできていないなということを考えながらやるのが一つだと思います。 はい、えー、今回はあこれです、ね、テクニックを成功させる基本的なことこれは皆さんたくさんのテクニックにも使えると思いますので是非、えー、ですね、えー、力というものに関してちょっとまた先生考えてみてくださいはい、ではまた次回「えー、修業オンラインメルマガ」動画メルマガでお会いしましょうありがとうございました